ボブカットとフリンジのヘアスタイルをしたアナウィンターフリンジもしくはバングスは前髪を額へと垂らすようにカットした髪型を指す。初期のフリンジは眉の上の部分で切り揃えるようにしてまっすぐカットするものであったが不規則にカットしたものや波打つような形にカットしたものヘアージェルをつけて形をつけたもの顔の一方の側に撫でつける形のもの フリンジという単語はショールによく見られるようなソーシングの端の部分の装飾に似ていることからその名前がついた。バングスという単語はもともと正面でストレートに髪を下ろすバングオフという単語にその起源を持つが、この単語は現在様々な形態を取るようになったフリンジ一般の髪型に使用されるようになっている。バングスという単語は現在も馬の尾の部分を まっすぐカットする際に使用されている用語、バングテールに関連があると推測されている。フリンジの種類。ショートカットのフリンジフリンジは、フリンジを使用したヘアースタイルは、他のヘアースタイルと同じくファッション業界に取り入れられ、様々なスタイルが生み出されてきた。近代において影響を与えたフリンジのヘアースタイル使用者としては、サイレント映画女優ルイーズ・ブルックス。 1950年代のモデルベティページやビートルズ、1963年の映画クレオパトラに出演した女優のエリザベス・テイラーなどが挙げられる。1980年代から1990年代初頭にかけ、カールをかけて整えたフリンジが流行した。2007年、フリンジは髪型として再度大規模な流行を見せたが、 この時は重厚で飾らない髪型であった。2007年10月、モデルのケイト・モスは自身の髪型をフリンジをつけたものに変え、2008年も継続してフリンジが流行することを示した。1970年代、イギリスの女優、歌手のジェーン・バーキンは眉まで伸びるフリンジと長髪という髪型でフリンジの流行を作る先駆者となった。アメリカ合衆国のファーストレディ、 ミシェル・オバマは2013年1月、夫で大統領のバラク・オバマの2度目の就任式において、フリンジを使用したヘアースタイルで登場した。ありがとうございます。